どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということで、今回は、ブラッククローバーの最新話、ページ270をね、簡単に見ていきたいなと思います。まあね、今回のこの最新話を見ていく前に、いつもより動画をね、早く公開してると思うわけなんですけど、今週のね、ちょっと最新話について、新たな試みということで、この後19時からですね、この最新話についてだったりとか、もちろん今までのね、ページ269までの展開だったりとか、アニメのね、話とかも含めながら、雑談ライブっていうのをしてみたいなと思います。まあ、この雑談ライブってところに関してはね、先々週の金曜日と、あとはね、何ヶ月か前に2回ぐらいやっているわけなんですけど、ちょっとね、これから生配信をね、頻度上げていこうかなというふうに思うので、よかったらね、そちらの方も参加して、いろいろね、このチャットの方とかで雑談したりとか考察したりとかしていこうかなと思うので、よかったらね、この後19時からの生配信参加していただければなと思います。ということでね、今回はページ272人ということでね、前回のアスタの一撃を食らった後のリーベがここで倒れているわけなんですけど、アスタの渾身の一撃っていうふうに書かれているわけなんですね。でこの後戦闘が広がっていくのかなと思いきや、アスタが刀を突きつけてるわけなんですよ。リーベに向かって刀を突きつけて、俺の勝ちだっていう風に言ってるわけなんですよね。もうなんとこれでね、勝負決着つきましたよっていうねところで、こんなあっさり終わるんかいってね感じではあるわけなんですけど、ここでこのアスタとリーベの戦いっていうのが終わっていくわけなんですよね。でリーベに関してはちょっと歯を食いしばりながらね、ちょっとイライラしている感じがあるわけなんですけど、次の瞬間にリーベの首の周りに悪魔の世界の文字みたいなものが急に浮かび上がるわけなんですよ。でそこから4つの鎖がジャーンって出てきて、それが地面に突き刺さるわけなんですね。で捕まってる感じになるわけなんですけど、ナハトがよくやった、これで10マナギの準備は整った、君はその悪魔と完全優位に契約を結べる、悪魔を自分に従属させ、悪魔の力を自由自在に使いこなせるんだ、悪魔に拒否権はない、我に従え、そう念じるだけでそいつは全ての命令を守り、規律を遵守する自分の使い魔として君の力になる、それこそが君が選ぶべき最強への道だっていう風にナハトが言うわけなんですね。でアスタっていうのは持っていた刀を地面に突き出すわけですよ。そうか、じゃあ俺と友達になろうぜっていう風に言ってるわけなんですよね。交渉をこうやってね、友達になろうぜっていう風に言ってるわけなんですけど、ナハトは無言で笑ってるわけなんですよ。リーベに関してはね、これ見覚えのある顔ですよ。はって顔をしてるわけなんですね。リチタに息子になんだよって言われた時のような表情をしてるわけなんですよね、これが。でリーベのこの反応を見てね、アスタっていうのが、なんだ悪魔は友達も知らねえのか、友達ってのはな、対等な相手として共にっていう風に友達についてね説明し出すわけですよ。でそれとナハトが、待て待て、その悪魔と対等な契約を結ぼうとしているのかっていう風に聞くわけなんですね。でアスタは、はいっていう風にすぐ答えるわけなんですけど、戦う前にも言ったけど、俺が今まで戦えてこられたのはこいつのおかげですけど、ずっと一緒だったのに俺は何も知らなかった、俺はこいつのことをもっと知りたい、だからまずは友達ですっていう風に言っているわけなんですね。でするとナハトが目を見開いてね、ちょっと怖い顔になるわけなんですけど、何を言っている、その悪魔が君の言うことを聞くと決まったわけじゃないんだ、そんな契約を結んでもメリットなんて一切ないんだぞっていう風にちょっと怖い表情をしながらね言うわけなんですよ。でもアスタっていうのは、いやこいつはそもそも本気で戦ってなかったっすよ、殺す殺す言ってたけどこいつはブレーキをかけてたんだ、お前は人を殺せないやつなんだろ、誰かのために憎んだり悲しんだりできるやつなんだろ、だから分かり合える、だから俺はお前と対等でいたいっていう風に言うわけなんですね。さすがアスタですよ、もう全てをお見通しってね感じで全部言っていくわけなんですけど、リーブもねちょっと図星だみたいな顔をしているわけなんですが、これはジューマの儀じゃない、ユーマだユーマっていうね、なんか言ってるわけなんですよ。するとね、ナハトの後ろにギモデロとかが、ね、出てくるわけなんですよ。ギモデロがね、あいつバカですよ、ナハトの旦那っていう風に言ってるわけなんですね。でナハトが、そうだなっていう風に返事をしているわけですね。でアスタが、それにどうもやっつけたい相手は同じみてえだ、俺と悪い奴らぶっ倒そうぜ、二人でっていう風にこの握手を求めてるわけなんですよね。でリーベっていうのはそれに対して、やっぱりとんでもねえバカだよお前はっていう風に言うわけなんですよ。でアスタが、そういえばお前名前なんて言うんだっていう風に聞くと、過去のシーンを思い出すわけなんですよね。リーベがリチタにね、あんた名前なんて言うのっていう風に聞かれてるシーンですよ。でリーベっていうのはその時に答えてないんですよね。え、ないの、それじゃあ私がつけちゃおうかなっていう風に言って、リーベ、あんたは今日からリーベよっていう風にリチタがこのリーベっていう名前をつけてたわけなんですね。これに関してね、リチタが出てきた時かな、その時にね言ってたわけなんですけど、リーベっていうのが本名なのかどうかっていうところでね、やはり気になってたわけですよ。でやはりここがリチタがつけていたってところで、本名何なんかな、これでアスタロトとかなったらね、それはそれですごいんですけど、なんか個人的にはアスタロトからアスタのね、このリーベが生まれてきたとかなってくれたらね、それはそれでいいんですけど、まあアスタに関してはね、リチタから生まれてきたっていうのがあるわけなので、父親がねどうなのかっていうところでありますが、リーベがねここで確信するわけですよ。運命なんてもんがあるのか知らねえが、こいつはやっぱりリチタの子供だ
ていうふうに声には出さずに心の中で思ってるわけなんですよ。で笑うわけですね。ゲゲリーベだっていうふうにこの手を差し伸べるわけですよ。で2人で握手をするということでね、ここでついに友情が生まれてきたってところでね、まあ、このダクタルドとの戦いの中でね、友情が完全に芽生えるのかどうかってところで気になってたところではあるわけなんですけど、早くもここで完全に協力していくってところで、握手した2人ともの左手ですね、この左手の手首のところにさっきリーベの首の元に出てきてた術式ではないんですけどね、これが悪魔の世界の術式なのかどうかもわからないですけど、それのようなものがなんか模様としてできるわけなんですよ。なんだこれっていう風な感じでね、アスタがちょっと気になってるわけなんですけど、その瞬間にアスタの右腕が戻ってくるわけですね。うお、右腕が帰ってきた、ありがとうございますって感じでね、なんかやってるわけなんですよ。めっちゃ泣いてるわけなんですけど、でするとナハトが歩いてくるわけですね。ここからなかなかえげつないですよ。契約完了だ、全く前代未聞の契約だよ、ここまで愚かだったとは、ただ君は正しいっていう風にね、ちょっとなんかめっちゃ泣きそうな笑顔なんですよ。これもね、なんかちょっと意味深な感じのね、笑顔とはありますよね。で肩とかにはギモドロとかを乗っけてるわけなんですけど、だがっていう風にナハトが急に言いながらね、グリムワールを取り出すわけですよ。でギモドロがヒャッヒャー出番だぜっていう風に言いながらナハトの肩から飛び降りていくわけなんですね。で影の中に入り込むと、でその後に犬の面をしたやつが出てくるわけですね。でその後にナハトが、正しい人間が報われるとは限らない、だから強くなれ、理不尽な悪に負けないようにっていう風に言いながら、すごいですよこれはね。何なのね、魔装って言ったらいいんかな、悪魔の力をなんかまとってるんですよ。やはりこの悪魔の力まとれたところでね、アスタがアンチ魔法をまとっていく展開ってもう近いんじゃないかなっていう風に思いますよね。以前にね、このアンチ魔法をまとっていくんじゃないのかってところで出したわけなんですけど、ちょっとその辺もしかしたらありえますよね。ここからが君が言うところの修行の本番だ、君たち二人で俺を倒してみろっていう風にナハトがここで直々にね、アスタの相手をしていくってところで修行をつけてくるわけなんですね。右手がね、完全に悪魔の手になっているわけなんですよ。これは影魔法の力なのかな、完全にね黒色になっているわけなので、ここでついにアスタとリーベの共闘が見れるのかってところでね、なかなか気になるところではあるわけなんですけど、明かされる副団長の真の実力、アスタ&リーベ VS ナハト回戦っていう風に書かれてるわけですね。アスタ修行編大好評、次号はブラクロ表紙っていう風に書かれてるわけなんで、来週表紙ですよ。どんな表紙になるのかね、ちょっと気になりますよね。ナハトのこの感じなのか、アスタとリーベのね、なんか表紙なのかなって感じもしますけど、アスタとリーベの表紙だったらちょっとね、なかなか激アツですよね。ちょっとタマチンな感じはしますけど、まあ、今週のね、このページ270に関してはこんな感じで、ね、終わっていくわけなんですけど、すでにね、今週の考察っていうところに関しては今の段階で3つできてるので、その辺とかはね、明日からちょっとずつ出していこうと思うわけなんですけど、動画のね、冒頭でも話をしている通り、この後の19時ですよ、そこでね、雑談ライブっていうのをね、していこうと思うので、よかったらね、そっちの方もチェックしていただければなと思います。はい、ということでね、今回はブラッククローバーの最新話ページ270について簡単にお話をしました。ぜひね、皆さんの気づいたところありましたらコメントよろしくお願いします。ということで、今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。切り開くんだって、それとなく溢れ出る情熱。